ルスラン・ヨシフォビチ・オリフベルは、ロシアの男子バレーボール選手。ラトビア・リガ出身。ポジションは、ミドルブロッカー。元ロシア代表。1988年、ソ連リーグのラジオテフニカリガへ入団。1989年に、ソ連代表に選出され、1991年、欧州選手権で優勝。同年ワールドカップで、金メダルを獲得。 EUN 代表となった1992年、ワールドリーグでは、ベストブロッカー賞を受賞し、バルセロナオリンピックに出場した。1992年、イタリアセリエのラツヨローマへ移籍。モデナ在籍時の1995年に、リーグ優勝とコッパイタリア優勝の2巻に貢献した。ブラジルスーパーリーガのクラブでも1997年に、リーグ優勝を経験。 2001年にロシアへ戻り、ロシアスーパーリーグのクラブでプレーした。ロシア代表としても活躍し、1996年アトランタオリンピック出場、1999年ワールドカップで金メダル、2000年シドニーオリンピックで銀メダルを獲得。キャプテンとしてチームを牽引した2002年世界選手権でも銀メダルを獲得し、同年代表から退いた。 2007年に現役を引退し、ディナモモスクワのゼネラルマネージャーに就任。2007年ワールドカップには、ロシア代表のアシスタントコーチとして参加している。ありがとうございます。